おーい、おーい。あ、そっちちっちゃいね。うん、そう。なんか後ろでかくない？うん。これは何？これは僕ん家ですか？ふざけんなよ。ふざけんなよ。どんなとこする？逆になんかちょっと不便そうだけど。あ、ゆうすけくん家かもしれない。ゆうすけくんか。ちょっと匂わせありながらね。はい、はじめまして、こしねチャンネルでございます。ありがとうございます。はい。今日はですね、ミッキーの知り合い関係って言ったらいいのかな。ちょっと周りの子たち。うん、今周りこうさえずりがね、そうそう、うん、すごいのどかな感じで、まあ、白をバックにね、ちょっと最初は撮らさせていただきましたけど、この死骸の差、あ、映んないわ。え、映んない、全然映んない、全然後ろ映んない。はい、で今日はね、SUV を1台、まあ、4本撮りになるんですけど、今回の動画は SUV のカローラクロスを撮影させていただきます。はい、でしかもね、女性オーナーでございますから、でしかもね、結構ね、喋る。うん、すごい喋る。うるさい。うるさいけど、まあ、不快じゃないけどね、で元気はつらつな。なんだけど、今、撮影しますよって言ったら、ちょっと緊張するんで、一服していいですかっていう、ちょっと面白い感じの子なんで、うん、まあ、そこも含めて、まあ、今、SUV 流行ってますからね、うん、まあ、そういったところで、今回はカローラクロス、現行の。うん、はい、を撮影していきますので、また最後までご覧いただけたらと思います。お願いします。はい、車両紹介していきます。はい、レクサスの LS になります。はい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 、はい、あのすっごい声でかいね。うん、すごい声でかい、すごい、多分緊張、すごい緊張させちゃったね。うん、違うから、すごい元気だね、でも、うん、まあ、こんな感じのオーナーですよ。はい、うん、じゃあちょっと小ボケ挟みましたけども、こちら、はい、あっちから行こうかな。はい、今日はこちらの車両のご紹介でございます。はい、カローラクロスね。じゃあテイク2いける？テイク2、テイク2、今のノリでもう一回行きます。わかりました。うん、行かなくていいだろ。はい、車両紹介をしていきます。とカローラクロス、あ、違う違う違う、あのすごい響き渡ってるよ、声が。ここ全体響き渡っちゃってる。大丈夫、もうでも慣れた。もう慣れました、ね。もう慣れた。これ全部使えますかね。これパワハラみたいにならない。はい、ちょっとね、だいぶ面白いオーナーさんでございまして、はい、若干22歳ですよ。02です。02っていうのに、02、2002年生まれってこと？でも僕平成2年だから02でしょ。ふざけんなよ。それはそう。それはそう。それ後ろにいるアゲオとかもそうだよ。でもアゲオの公認の弟子ですからね。うん、はい、アゲオが気になる方はネットで調べてください。出てこないと思いますけど、ね。はい、すいません。じゃあ、真面目に、ご紹介をしていきますけども、オーナーさん、あの車車種、あとグレード、年式、この3つ教えてください。はい。はい、車がカローラクロス。グレードがハイブリッドの Z と、年式が令和5年車になります。はい、ありがとうございます。カローラクロスですね、の令和5年式ですから、まあ、買って1年。1年ですね。ね、ってことは新車で買われたっていうことですよね。新車です。ね、はい、新車です。僕たち同い年ぐらいの時、もうひたすら中古だよ。そうだね、でフルローンで。なんで、これ結構今 SUV が人気の中でも結構街中で見るんじゃないですかねっていうと、カローラクロスで、これちょっとね、オーナーさんに失礼かもしれないんですけど、僕らの平成初期ぐらいの時ってカローラって言ったらちょっと失礼ですけど、年配の方とかが乗ってるイメージで、新車で買うっていうのは僕らの価値観の中ではないぐらいの車種だったんですけど、今、まあ、この顔ね、普通にかっこいいですよ。普通にかっこいいのよ。あの奥なんかも前の動画に出るカローラスポーツで、カローラシステム5個あるんですね。ありますね、5個。ね、これね、覚えてきちゃってる。カローラクロスでしょ、でカロスポでしょ、でカローラツーリングでしょ、カローラ、あと GR カローラ、この5個です。 GR カローラっていうのは、 GR カローラはちょっと別、もう、うん、じゃ別ですよね、あれはね。別です、全く別物ですよね、はい、うん、まあ一番最重的な感じです。奥くんのが、奥くんのスポーツ、スポーツ、スポーツ。じゃあカローラ今度ツーリング探そう。そうだね、そうだね、カローラも探さなきゃいけないね。うん、というところの、今回ご紹介になりますよというところでございまして、グレードが Z です。 Z です。でこれ僕も全然知らなかったんですけど、グレードが、ちょっと細かくなんですけど、約3つかな。はい、3つ。SX、 S、
あ、違う、 GSZ でございます、順番としては。うん、で、今回のはこれ Z、 要は一番上です、一番上のグレードでね、これね、価格が結構びっくりで、まあ新しいのってあるんですけど、結構値段するイメージだと思うんですけど、ざっくりエントリーモデルだと300ぐらいですよ、300ぐらい高いけど、なんか今の中で考えると、これパッて見るとちょっと安いなっていうイメージ、うん、まあ確かにカローラっていうことを考えると高いのかもしれないね、うん、まあ一応そういったところの、まあ基本情報になってますよといった形です。じゃあカスタムの方入っていきましょう。はい、ね、はい、でフロントカスタムポイントはどこでしょう、オーナー様。まあまず純正エアロですけど、モデリスタを巻いてる男ですか、ね。はい、総長大好き、はい、モデリスタ、総長大好き、みんな大好きじゃないですかね、モデリスタね、はい。まあ、このやっぱ張り出し感強いね、後ろにいるんだけどさ、張り出し感、そうそう、ラブフォーもチラ見せてねそう、結構ね、張り出し感、これ結構つけてるとつけてると変わりますよね、変わります、だいぶ変わりますよね、はい、うん、まあ、結構張り出し感の強いやろ、まあ、モデリストはフロントつけられてますよという形ですね、うん。あとはありますか。あとは、うん、フロントのこのメッキガーニッシュを黒に塗装してもらって、うん、塗り分けと言いますか、あ、ここが本来こういうメッキなんですね。そうです、ここを、ね、メッキを、うんうん、これってなんかモデリスタとか、そう、もうモデリスタでも出てるんですけど、塗装する未来が見えていたので、私は社外買って、はいはい、その塗装したかったっていうのは顔面を引き締めるためですか、ちょっと全体的に。そうですね、白黒の比率が高いので、なるほど、まあこういうとことかもね、はい、黒使われてるし、ね、ミラーも黒だし、はい、ちょっと白黒でミラーにつけてっていう感じで塗装したと、はい、うん、でここも黒いですか、もともとここ、そこは黒いんですけど、ただここのエンブレムが、うん、ちょっと黒いットで青が出てるのと、うん、ちょっとシルバー味が強かったので、はい、フィルムを、あ、ですよね、ちょっと暗いですもんね、はい、はい、まあ、全体的にまあその塗装してフィルマってちょっと引き締めたという感じの顔面でございます、はい、いう感じですね。どういう引き締めた感じ、こうだからこうこういうで、分かる、でこう流れるからこうね、あ、眉毛流れるそうで、このヘッドライト、これまあ純正の話になってしまいますけども、この Z グレードのみでいいのかな、これ、はい、大丈夫、オプションとかにもなってないの、これオプションもないです。あ、オプションもないんだ、はい、この一番上の Z グレードがこのちょっとこうなんていうの、キリッとした感じの、この4、これ4眼なんだね、4眼、3眼です、4眼、はい、これが要は上位グレード Z しかないです。でこれミッキーまた入れてほしい、 Z 以外のグレードのやつの画像、大丈夫、すぐ出てくるから、これすぐ出てくるから、うん、ちょっと入れてほしい、比較で、はいはい、ね、この なんつったらいいんだろう、このプロジェクターとかじゃなくて、ちょっとね、かわいい感じの顔してます。これ僕も知らなかった、全然。で、これシーケンシャルなんですよ。これちょっと、オーナス流してもらっていいですか、はい、ハザード焚いてもらえますか。わかりました、うん。デイライトつけますか。そうですね、ちょっとつけていただいて。はい、これがデイライトですね。そう、ここ。これ珍しくないですか、これ結構ね、うん、まずこのデイライトがすごい長い、まあ、これが特徴的ではあるんですけど、本来多分こういう上とかにこう流れる感じのが基本的に多いんですけど、このヘッドライトのところがこうだんだんなってこういくっていう、これは今までに結構見たことないですね、見たことないタイプ、そうですね、うん、でかいよね、このヘッドライトがね、でかいよね、これね、うん、まあ、一応これがちょっと違いとしてありますので、はいはい、でオプションでも付けられないということです。この1枚のグレードじゃないとこのヘッドライトじゃないですよというのが一つ情報です、はい、あとはフロントはありますでしょうか。フロントは、うん、あとは特別な、まあ、見える位置から言うと、うん、ミラーがもともと純正が白なので、これね、はい、純正ミラーカバーを買って、これ、はい、純正ミラーカバー、これ純正のミラーの部分、これはオプションとかどこですか、モデリスタとかじゃなくて、いや、じゃなくて普通に純正ボディ色のミラーカバーだけ買って交換したっていう感じ、うん、はい、あ、これじゃカバーじゃなくて交換したんですね、これ、ね、はい、交換しました。元はこれボディと一緒で白い、白です、なるほど、はい、はい、だからここもまあ黒に引き締めるためにこう変わってます、
いう形ですね。じゃあそのままサイド行っちゃいますか。はい、じゃあサイド行きまして、これ野郎はモデリスタで大丈夫ですかね。モデリスタで大丈夫です、はい、サイドの野郎はこれまたモデリスタでございます。張り出し感も強いね。メッキは使ってないですね、サイド。そう、メッキないね、珍しくね、サイドは、うん、でやっぱフィッティングバッチリっていう感じで、うん。あとね、気になったのこの、これも入ってるんだけど、これ、これは？でもモデリスタのドアハンドルのプロテクターになります。要はここをみんなこう爪とかで傷つけちゃうから、ね、はい、これモデリスタから出てるんだ、こういうのが。出てます。へえ、はい、まあ、プロテクターだそうですよね。よくこう入れるとみんなこう確かにこう傷だらけになってるんですけど、まあ僕のとかも、うん、それを避けるためのやつがあると。買ったら、でこれで、これいいよね。でもちょっとモデリスタって入ってるからかっこいいよね。2色あるんで、黒と黒と白っぽいシルバー、白っぽいシルバーがあります。まあ、白だったら同色になっちゃいますもんね。そうですね。でもこれ専用設計ですもんね、これね。と汎用で、あ、いけるんだ。使えます。じゃあ、ね、にもよるんですけど、ワンチャンいけるね、ちょっとね。はい、にもよりますけど、はい、なるほどなるほど。あとこれのあれは胴の部はと、これも、うん、ここ黒買っちゃったんで、うん、合わせて、合わせて黒のドアハンドルのもの、ちょっとプリウスの、あ、流用して、流用してちょっとだけでも削ってやったんですね。やります。どのプリウスですか。50プリウス、後期だったと思う。あ、あれちょうどあるちょうどあるよ。かっこいいよね、あれ誰のだっけ。あれはね、ハコさんのです。足して、足してかっこよすぎるでしょ、あれね。はい、まあ、なんでこれ、さっき映した50プリウス、1個前のプリウスの後期型のやつを流用して、まあ、ちょっと加工してつけてみた。ちょっとだけですね。ちょっとだけ加工して、ね、はい、つけてみたですね。はい、じゃあアルミです。アルミ、はい、はい、これはどちらの何のホイールでしょう。とワークのグノーシス IS105 になります。はい、の、サイズとしては20インチという形ですね。はい、そうです。はい、でこれと何 J？ 8半のプラ38、うん、8半のプラ38、はい、あの8半っていうの視聴者さん良くないですか。ちょっと分かってる形じゃないですか。8半って8.5J っていうね。8.5J プラ38っていうサイズで、これ投資、投資です。投資、4本投資、はい、はい、4本投資です。スペーサー等はなしで、かましてないんで、じゃあもうこれでもうちょうど本当ビターになる。そうですね、このオフセットで探して、うん、をちょうどつらつらな感じで、うん、出した感じです。ほんと程よくね。はい、うん、でタイヤサイズが24535の20ですから、そこまで引っ張らないでという形ですね。やっぱりね、はい、うん、大人な感じね。大人な感じだから、そのゴリゴリに車高を下げてとかじゃなくて、そうですね、もうどこにでも行ける人で、ちょっとプラスアルファかっこよくっていう感じですね。はい、はい、これかっこいいよ本当に、うん、どこにでも行けるしね。うん、でタイヤが極端に薄いわけじゃないから、あの気にしなくていいし、うん、大人カスタムだと思います、ね。はい、でちょっとまたサイドも1個言いたいところあるんですけど、リア行ってから行きましょう、はい、足下げてるのは、あ、そう忘れっす。ごめんごめん。これ車高調、車高調です。はい、どちらの。ブリッツの WZR はてな。はい、です。まあ、ブリッジさんの車高調を入れられて下げられてますよという形ですか、はい、乗り心地は不快じゃないですか。乗り心地は箱崎さんにやっていただいたので、あ、箱さんがやれば基本的にはもう乗り心地 OK という形、はい、ですね。それすごくない、それ、はい、それメーカー関係ないよね。箱さんスペックっていうことですよね。すごいね。じゃあ皆さん何かあれば箱さんまでお願いします。仲介は僕がします。仲介越さんに。あ、じゃあ、まあ、一応それで付けられているという形で、結構安かったんですか、ブリッジさん。そうですね、まあ、うん、13万しないくらいだったので、新品で、新品です、うん、更年式じゃないですか、うん、メーカーって結構あるんですか、足回り。全然出てないです、今出てるとこが、まあ、それこそケインとか有名なとこは出てないので、うん、うん、あ、ケインで出てる。じゃあだいぶ限られちゃうんですね。限られてましたね。そうか、もうまだ、まあ、オーナーさん1年で、まあ、確かに新、要はエアロとかもないんですよね、おそらくね。車外はほぼないですね。ないですよね、うん、じゃあ基本的にはモデリスタになるんですね。モデリスタになるんだろうね、はい、うん、で一応そんな感じで、まあ、程よく下げられてます、はい、で箱さんがつけてるっていうのがワード。箱さんがつけると乗り心地が良くなる。それちょっとだいぶ声がある気がするけどな。セッティングならブリッツァに怒られちゃうと思うよ。、はい、じゃあリア行きましょう。
これまあエアロはモデリスタですよね。はい、ね、やっぱちょっとメッキが少ないかな。そうっすね、うん、まあそのなんだろう、わかんないけど、やっぱ車格に合わせてるところがやっぱ多分カローラって結構そのエントリーモデル的、トヨタさんの中でもね結構エントリーモデル的なところだと思うんで、だからあんまりこうそういったラブ4とか上にハリアとかがいる、うん、で結構メッキ多いのよモデリスタだから、そこでの差別化結構図られてるのかもしれない。うん、ハリアはメッキ多いですね。ハリアメッキ多いよね。メッキだらけというかね。で気になったのこれエンブレム取った？エンブレム取りました。取った。はい。それ結構こうスマートにさせたいから。まあそうですね。うん、これハイブリッドなんですけど、うん、あんまりハイブリッド感を出したくないんだ。なるほど。でもここはじゃあこれでいいんだ。そうですね。ちょっとそこは。ちょっと手間がかかるんで、あ、手間がかかるから、はい、これからの課題で、これからの課題で、ゆくゆくじゃ普通のこのアイオじゃない、まあ、トヨタマークにしていきたいぐらい。そうですね、あの改良型が、うん、ハイブリッドのエンブレムがもう青がなくなって普通のトヨタマークになってるんで、へー、ハイブリッドで、ハイブリッドで、それトヨタ車今結構今ほぼそうですね、フロントも青いフワーンっていうのが、なんでやめちゃったんだろう、多分ハイブリッドのエンジンのマークが変わったので、うん、ああ、そっか、確かにハイブリッドってなんか青のイメージあるけど、そうなんですよ、それ腰下に止まってるね時が。俺古い車ばっか乗っちゃってるから、ね、でも確かに結構やっぱ、まあ、今オーナーさんも言いましたけど、この何回ハイブリッド確かになんかね、そうなんですよ、分かる、なんかこれハイブリッド乗ってるオーナーさん悪いわけじゃないですよ、なんかイメージちょっとねハイブリッドですっていうのが分かる、はい、これなんだろうね、なんでだろう、これ多分結構視聴者さん分かる方いらっしゃる、 なんかこのダサいってわけじゃないんですけど、なんかちょっと変えたくなる気持ちは僕もなんとなくわかるなっていう感じですね、うん、じゃあゆくゆくはこれもちょっと変えていこうかなって思ってる、ね、思ってます。あとこれリアワイパーついてた？ついてました。もう取った？取りました。モーターごとごっそり、うん、あ、モーターごとごっそり、じゃあ本当リアは結構スンと綺麗な形にしたんですね、はい、滑らかになるように、うーん、結構細かいところもやるんですね。そうです ね見た目が結構、お尻がだいぶ後ろから見てもらうと丸いので、そうですね、はい、うん、でそこにはこう合わせて、そうです、うん、なるほど、なので一応結構スマートに行かれてる。であとね、これはこのスポイラーも後からつけました、うん、これミッキーちょっとね近く寄ってもらってね、ちょっと分かるかな、ここまでが純正でこうかぶせてるんですね。そうですね、かぶせてます、ね、そうですね、延長的な感じ、そうだからここまでがそれ上からかぶしてます。これは社外品？社外ですね。社外品、はい、うん、なんかネットかなんかで買った、日本では、うん、ノブレッセとかでは出てるんですけど、はい、基本的に出してないのと、うんうん、あと形状が丸かったので、ここが全部丸くなってるスポイラーだったので、はい、カクカクさせたくて。ああ、なるほどね。ちょっと丸すぎるのに、やっぱちょっと凹凸が欲しいよと。そうです、ね、なるほど。でそれでこれちょっと確かにこれ結構角張ってますもんね。そうです、うん、カクカクシカチカ、なんでそれ動いてるよ、ちょっと浮いちゃってるんですよね。まあこれリアルでしょうね。でこれがすごいのがモデリスタさんとかはないんですよ、これが、うん、フィッティングバッチリなんでマジで、はい、うん、だからまあオーナーさんが人気があるっていうのはあると思います、はい、でね、あとこのテールも確かね違うんですよ、これまたミッキーこれも入れてほしい、グレードによって違う、違う、違います、これ Z のテールですよね、 Z のテールです、そうでね、何が違う、ちょっとテールがかっ、スモークがかってるんでしたっけ、スモークがかってます、そうですよね、でこのこれがないですよね、ないです、ね、そう勉強してきたの、そこ何なの、このこれおそらくここがウィンカーだよね、ここがウィンカーでバック、ここおそらく乾燃機とかなんじゃないかな、わかんないけど、あ、バックホグとか、バックホグはそこの位置にしますですよね、はい、うん、でこれも単純に分かりやすく分かれてるこれ、うん、でね、 Z グレードはこの、まあフロントみたいにこういう分かれてて、ちょっとねこれスモークかかってるんですよ、これがスモークかかってる、これがスモークかかってるの、でこれがその Z 以外のグレードになると単純にここがないんですよね、これね、ないです、ないで、このスマートにこう一列になってるんですね、はい、でクリアで貼っときます、うん、それ貼っといてもらう、だからそのやっぱ Z は別格なんですね、ちょっとね、うん、でこれは多分オプションとかでも付けられないんでしょうから、うん、まあ Z 買ってくださいってことでしょうね、そうです、ね、トヨタさんからするとね、要は一番上のグレードのが買ってくださいっていう意向がありますよってことです、はい、でね、一応これでカスタムの方は、はい、大丈夫そうですか、そうですね、うん、あ
ある程度は。ある程度は大丈夫かな。はい。はい、オーナー様がいいね。ちょっとさっきのテンションとだいぶ違って、もう大丈夫な、ちょっと大丈夫、疲れちゃったの。ちょっとあの大人モードに。大人モードになってね。大人カスタムやってるので大人モードで。はい、なんか冒頭とのギャップが。はい、で、これリアルなちょっとオーナー様の声を先ほどいただきました。不具合というか、はい、うん、ちょっと気になる部分ね、はい、はい、これルーフレールっていうのかな、これルーフレールです。ルーフレールですよね。これも Z のみ。 Z のみです。 Z のみで、オプションでもない。オプションでもないです。あ、だそうです。これで、これ向こうもついてるんですけど、これちょっとミッキー近く寄ってもらって動きますね。動いちゃいます。ここは、はい、うん、これが、リアルにオーナー様が、これどんぐらい、半年ぐらいでも感じました。半年も多分経ってないですね。あと経ってない。3ヶ月くらいの時に検証してた、うん、動くなと、なんだこれ動くなみたいになって、うんうんうん、そういう調べたらやっぱ情報がいっぱい出てくるので。ああ、じゃあこれもうカロラクロスの Z 乗ってる方なんか多分あるんでしょうね。そうです、これはね、うん、無料ではないです。でこれ向こう動かないですもんね。向こうもまあそれなりには動きますけど、ああ右ほどでは。だからこれがちょっとまあ不具合というか、まあちょっとオーナー様が気になる点ですよね、はい、これね。走るとガタガタした。走ってると風切り音がすごくて、ああ、まあ、高速走行とかの時にドゴーって言ってます。上からドゴーってちょっと大人じゃなりきれなくなってシャーッシャーってなってからの飛ばしすぎるとドゴーってなるんで、ちょっと怖いですね。まあでもだからそういうところで気づいたんでしょうね。まあ確かにこれもあんまり気にされる方気にされると思いますけど、走っててまあ不快になる音をするっていうのが一つあるそうですっていうことですね。うん、だからまあなんかこれから買われるとかそういう方がいらっしゃる、ここ注意してみたらいいのかもしれない、うん、もしかしたらこれがぐらついてる、そうすると、まあ、高速走行の時に結構不快な音がするという。ドワーッ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 、よりすごくなっちゃってる。ちょっと持っちゃいます。持っちゃう、ね。まあこれ一つありますよ、はい、うん、じゃあね、中見ようよ。中ね。中ですか。いや、そうだ、あ、とっても綺麗な内装してるんで、はい、今お師匠さんも聞きましたね。とっても綺麗な内装してます。とっても綺麗です。はい、内装大好きですね、うん、あ、じゃあ生活か、生活感です、これ、はい、これ乗っていいですか。あ、大丈夫です。あそこに靴置けばいいですか、ね、あ、そうです、はい、一応ドキンなんで。一応ドキンですよね。一応、はい、これがリアルです、はい、あ、ちょっとそこはモザイクでお願いします。でもさ、やっぱさ、新しいからさ、これレンジつけていいですか。あ、どうぞ。音楽は入ってない。音楽抜いてあります。あ、あざっす。見てほしいね。うん。これ、あ、メーターおしゃれだね。これ全然いいんだけど、ガソリンが満タンにしてきてるのがちょっと面白い。ビタビタのやつ。口切り満タンに咲いてきました。撮影でガソリン関係ないけどね。そう、関係ないね。あ、やばい。やばい。はい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 、はい、すいません、今嘘出ましたね。ここ映してください、これね。すいません、iPad の方が繋がっちゃいました。これバツとして映してください、これね、はい、あ、でもやっぱこのあれだね、意外に視界が狭いなと思った。そうです、ね、意外にここの視界がちょっと狭い。また新しいですよ、この辺は。ナビもでかいしね。僕的ね、そのルーフまで黒っていうのがここ、そうそうそう、うん、昔はなかったけど。そうだね、レクサスだと F スポーツだけ黒とかね。ああ、上ね。そう、最近すごいんだけど、なんかこれおパンキウサギがすごいいるの、これ。あります。まあ女性の車って感じですよ。なんかタケコプターついてる。タケコプター助手席のドリンクホルダー。あ、かわいこちゃんだ、あれ。これなんかさ、このすごいよね。こっち使えないし、こっちのドリンクホルダー使えないし。でもね、ちゃんとドラレコもメーターも全部ブリッジついてる。はい。何この、あ、これミラー純正？ミラーは別で拡大ミラーつけてます。ですよね。はい。この認識だとこれあれですか？なんだっけ、
外が見そなんだっけなな何ミラーだっけインナーミラーじゃあインナーミラーだとなんかあのドライブレコーダー一体型の社外品しか当時出てなかったんで。ああなるほど、はい、でじゃあちょっと見づらいからっていう形ででかいのをつけてると。そうですね、これ結構スモーク濃いです、ね、濃いですね、はい、ねこれ貼りましたリアル。いや貼りました貼りました、はい、うん、やっぱなんか汚いもんね見られちゃう、ね、そうなんですよ見られちゃう、ね、そうなんですよ。ここ何がつくんだろう、うん、これ何これ、そのスイッチは、夜とか暗い時じゃないと分かんないんですけど一応そこがあれになってます、インテリアイルミのオンオフのスイッチ。ああ中の、はい、純正です。純正です。インテリアイルミってどこが光るんだろうこれ。足元ですね。足元が光るんだ。光るような感じで、なんだっけアンビエントライトみたいなじゃあ感じ。まあそうですね、イメージとしてはイメージとしてはアンビエントみたいな。これオンオフがそれでできるんだ。そうです。なるほどね。まあこれそれオンにしますよねっていうことですよね、はい、うーん、ただオプションなんでこれも、後からオプションつけてもらった。あつけてもらったんだ。うん、この女性オーナー可愛いじゃないですか。これですよこの実態。これ男性好きでしょこれ。この綺麗な女性若いオーナーが見てこのこれとかもさもうこういうの出しちゃうから。何これチームのあチームのね、うん、チームが入ってるチームじゃないんですけど、うん、はい、さっき緊張してるって一服してたから、ね。こういうの男性好きですから、うん、綺麗な女性がこういうで、おそらくですけどフロントがこれだけの荷物があるってことはリアはもっとすごいんですよ比較的には。オーマイガッシュ、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 オーマイガッシュ。ドリンクホルダーにパーツクリーナー入れてください。リア座れない、ね、リア座れないじゃんこれ。パーツクリーナー必須なんで。パーツクリーナーだってじゃあどっか行こうかっつって言ってさ、これすみませんもう一回してみますこれ。じゃあちょっとリア乗るわっつって開けたらさ座れねえじゃねえかこれっつって。あごめんごめんごめんってやるなこれね。いやいやちょっと待ってっつってコントかよ。あでも思ったよりリアちょっと狭い。狭いですね、ですね結構ね。結構シート倒しちゃってるんで。あオーナーさんがね、はい、まあでも多分これぐらい倒すと思いますよ。ただ一つこれは、うん、ちょっと狭いかもしれないですね。アクアよりは広い。アクアよりはね、それはね。これ何これ iPad だから洗車のタオルか。そうですねこれ、はい、ちょっと趣旨変わってきちゃいますけどすいませんちょっと。これ俺が開けたやつに。あそうですいただきました。これミッキーが開けたんですか。はい、これ使ってんのこれ。使ってますちゃんと。あ使ってるんだ。ちゃんと拭き分けするときに使ってるんで。拭き分けするときに使ってるこれ。あちょっとちょっとそこはそこは塗らないんで溶剤塗らないんで。なるほどね。外、はい、外ね。でもそこ洗いづらいよねエアロあって。そうだねここは洗いづらいねここはね。一回一回開けて洗いってことよね。いつも開けてスチームかけてるんですけど今日なんか洗車場行ったら。間違えてコース選択しちゃってめっちゃ泡出てきちゃったんですよ。うん、うん、ちょっとそれはまずいかなと思ってちょっとそこはかけなかった。かけなかったんですね。はい、で前に特別仕様してくれて、はい、でもここまで行くんだねっていうか行きますね。ここまでこんなに行くっていうのがちょっとびっくり。これリアルだ。うん、コーティングしてれば変わるかな。そこ変わるかもしれない。これミッキーのやつね。はい、俺の上げたやつね。まあ、俺のでもだ。それはあパースクリーナーね、はい、うん、みんな大好きエシズミコというか。みんな大好きかどうかも知らないけど、はい、コーティング剤、はい、ありがとうプラスです。全部荷物出していく人みたいな。トランク広いんですか。あトランク見ようか。トランク、うん、はい結構回ってるけどね。28分ぐらい。これオートオート、おこれここ、あもしあれだったら鍵渡すんでハンズフリーなんで。あこれあ鍵ある、鍵あるあります。あの足でやるやつ。そうです。シュッと抜いてください。私プロなんで。本当にプロなんで。真ん中真ん中真ん中です。シュッと、シュッと。うわーい。ちょっと慣れてきた。すっごいまた、ちょっとあの値札とか貼ったままなんですけど。ちょっとこれ気に、普通にこれ気になってるねこれ。これ結構レアじゃない？キノコです。キノコ生えちゃいましたね。ねえ、ちょんまげじゃない。これ結構内藤さんどうですか？
なんでナイト？いやナイトザ好きなのよ。そうそうそう。これ結構レアっぽい。へえ。あ、でもあのすみません脱線しちゃったけど広いっすね。うん、うん、広い。洗車用具もあった。あ、これね。ちゃんとこうやってやって。そうです。うん、これ何これ？それも。それなんか撥水しなかったからシャンプーあげたので。あ、あげたの？はい。分けてあげる。あ、すごいね。分けてもらいました。え、ぶっちゃけ聞いていい？はい。部屋綺麗？部屋。多分私の部屋ってめちゃめちゃ広いんですよ。ほう。多分私の部屋13畳あるんですけど。広すぎ。13畳あるんですけど、うん、広いんで綺麗に見えてます。なるほど。それがじゃあまあ普通大体多分半分だと思うんですよ。6畳とか8畳とかと思うんですよ。大体。6畳とかだと、うん、爆発しますはい、これが実態です、うんうん、広いのお嬢様なのかな。いや、お嬢様ではないです。単純に部屋が広いんだ。なんかもともと作りがそうだったみたいな。じゃあすごいね。今度お邪魔していいですか。あ、どうぞ。全然ぜひ。指定しろってなって、はい、可愛い猫もいるんでじゃあこれはオートで、はい、左に押してもらうと。あのベンツみたいに。そう、今俺も言おうと思ったこれはい、あの気になる方はフィルマメントさんのベンツの動画を見てください。ベンツこうバコーンって閉まるまあ一応こんな感じでございます。はい、まあ、フル内装ちょっと時間かかっちゃいましたけどもね、うん、じゃああとは何か喋りたいことありますか。なんかもらえたりしてたんですけど。あとはもう終わるよ。あ、あります。1個1個あります。なんとなく俺悟ったよ。なんとなく悟った。見てほしいのがあります。ブレーキだ。まあ、どこも変えてないんですけど、あの色が純正ブレーキを塗装しております。綺麗な色ですね、はい、なんかミッキーがどうとかって今言ってたけど、なんか関係あるのこれ。まあ、なんでしょうね。ミッキーが塗った。いや、塗ったのはハコさん。タコさんってすごくないって俺今思って思ってる。タコさん何でもできちゃうっていうね。僕はただ目立たないように自分の GS、 なんかもともとの GS のやつ。でミッキー、はい、ミッキーと同じ色だよね。はい、そうです。同じ色で。同じ色で。あまり目立たないような主張がなくて綺麗かな。水戸に住んでる方はこの色とかそういう感じ？でもこれアルミサッシ用だもん。ん？あの、サッシ用の。あ、サッシ用のやつね。これは結構じゃお気に入りポイント。お気に入りですね。結構このホイールだと走るとブレーキ見えるんで。まあそうだね、合うよね、はい、こう下品じゃなくて大人な感じマッチしてるっていう、はい、まあ塗ってから気づいたんですけど、この色とフロントのグリルのうんとこの、うん、この枠、ここの枠です。色が似てるんですよ。あ、確かに、まあ似てはいい。だから染めてから気づいたんですけど、あの同色で締まってるなって。ああ、やってみてね。はい、結構やっぱトータルのバランス考えるんですね。そうですね、トータルで見たら成功したっていう感じです。なるほど。それが1個喋りたかったことです。はい、めちゃめちゃ喋りたかった。ちょっとエンジン切りますね。はい、じゃあそれで喋れたかな。はい、そうですね。最後だいぶエンジンかかってきたね。はい、エンジンかかってきました。車もかかっちゃいましたし、もうやめようぜ車もエンジン回っちゃいましたね。もうありがとうございました。ありがとうございました。今日はね、ありがとうございました。ミッキーの周りというかみんな仲いいね。そうですね。だから箱さんとかミッキーとか、まあ、アゲオとか含めていろいろ手をかけてるわけでしょ。うん、うん、まあ22歳、可愛いよね。確かにね、俺ら世代からするとなんかやってあげようかってなるよねでも部屋は汚いそうです。すごくね。はい、部屋はすごく汚いです。クローゼットに全部詰めておきます。まあ、というところで、今回はカローラクルスのご紹介でございましたという形で。で、次週は、また違うジャンル、ね。また違うジャンルの車が。また高年式ね。また高年式の。みんなすごいね。本当に新車ばっかりで。新車でしょ、うん、新車でしょ、うん、新車でしょ、新車。本当に。ここ4台いるけど。そう。なんで、ちょっと次週ももう全く違うジャンルの車種が来ますので、ぜひ。僕押してるから。ん、僕押してるから。そうだね、かっこいいとか。でオーナーがまた面白いね、うん、オーナーがうん、すごい取りやすい。あの緊張してるって言ってるのがまたどうなるのかっていうのも含めてちょっと見てみたいと思います、ね、はい、じゃあまた来週もよろしくお願いします。